ラグビーのアンダー20世界選手権のために来日しているウェールズ代表が10日、鳥栖市の弥生が丘小学校を訪問しました。弥生が丘小学校を訪れたのは代表選手26人とスタッフ4人です。会場の体育館では5年生71人が小旗を振って出迎えました。この日は雨のため室内でのラグビー体験となりました。代表選手はパスやラインアウトなどワールドクラスのプレーを披露しました。児童らはラインアウトでは2メートルを超える大柄な選手にリフトで抱え上げられ歓声を上げていました。また代表選手たちは子どもたちから書道を教わるなど日本文化にも触れ楽しみました。ウェールズ代表は13日鳥栖市のベストアメニティスタジアムで午後3時から予選1位通過をかけてオーストラリア代表と対戦します。